しょ、第1試合。それでは行きましょう、DJ ティグ、レディーファイト。よろしくな、クマ。お前みたいに若いやつが育ってるってことをここで証明してんな、いけてんな。俺もな、昔はバカに散々されたぜ。フリースタイルだけできたってどうしようもねえってよ。そう言われてフリースタイルの現場に立った。フリースタイルはいつか行ったアートだ。だが砂の上のアート一気に消えちまう。それでもやめたくなくて、全てにかじりつきたくて、気づいたらこの年になってた。音源もアルバムも出して、そして今も作ってるが、やっぱフリースタイルが好きだ。なんでかって、解放されるんだよ。自分の気持ちのソウルを解放させるんだよ。お前のバトルもずっと見てた。そうだろ、教えてくれ、お前という人間を。大河さん、マジで熱い言葉ぶつけてくれてありがとう。22歳だぜ、平成は6年、平成は逆転。熱い言葉をしっかり受け取った。俺という人間、じゃあしっかりと教えますよ。まだまだ8小節の終わり、16選んでくれてマジでありがとう。見せつけてくぜ、二刀王と二刀王の戦いでしょ。群馬は館林をレペゼン、うどんとたぬしきしかねえ、何もねえ街。でも中二の頃からヒップホップだけずっと聞いてた。あんたさ、バトルかっこよすぎだよ。俺だから始めたんだバトルを。そうか、ありがとうな。でも館林には何にもねえわけじゃねえ、おめえがいるだろ。それは知ってるで、群馬のヒップホップには俺がいるんだよ。だから一歩も引けねえんだよ。今まであった全ての戦いは全て儚かった。勝ってもな、虚しい気持ちの方が多かった。こいつもそうだ、何回やり合っても足りねえものがあるんだ。違う、まだまだ、俺のバースだ。今のは全部なしにしてやってくれ。22の若気の痛みだろ。俺は大人だからな、何だったらあと6時間ぐらいやってやろうか。俺の鉄の喉を味わってくれ。そして忘れるな、ヒップホップでラストロングスタイルだ。いつだって負けから勝ち上がるための夢の希望のスタートだよ。大河さん、今俺22歳の俺が15歳の頃の俺に話しかけてやりてえよ。大河さん、新平さんの前に俺は立ってる。マジで暑いぜ、車で来た甲斐がマジであった。首都高、いや北関東道なんか使えねえから下道で来ましたよ。今は台車で ETC もついてないから、ずっとこの場に立ちたくて、俺はずっとヒップホップやりたくて、このマイクを握るために。建て林は確かに何もない、でも俺がいる。建て林、俺に任せろ。負けてった建て林のやつの分まで今日はぶちかわせやるぜ UMP。いきましょう。先攻、青コーナー内科 MC、後攻、赤コーナー MC、クマ、まずは内科 MC、バイシン、レディ、ジャッジ。青、勝者内科 MC、MC、クマに大きな拍手。